三重島西国寺は、広島県尾道市にある寺院。新言集第五大本山である。三号はマ二三、陰号は、宗寺院。本尊は、薬師瑠璃光如来座像で秘仏である。中国三十三観音霊場特別霊場。中国四十九薬師霊場第十六番札所。三洋花の寺二十四家、寺第十九番札所。 ビンゴ33カノン霊場第6番札所である。辞典によれば、奈良時代の天平年間行期が純国中にこの地で、鴨明神の霊夢を見たことにより混流されたという。西国寺由来記によれば、平安時代初期の辞略二年火災により、道の大半を消失したが、白川天皇の勅命により、当時の住職、喜び番によって復興された。永法元年には、 あたご山の山麓から中原にかけて巨大な伽藍が完成した。永宝2年白川天皇の祈願書となった。さらに、天人元年には、法王となった白川上皇により直願寺となり、漢字として百を超える末寺を持った。西洋道水一の伽藍を誇り、昭和元年花園天皇の臨時を受け寺院の名称を西国寺とした。現在においてもなお、数ある。 尾道みの寺院の中で最大の規模を誇っている。南北朝時代の英和年間に、再び火災により消失した。貧国国の守護大名であった山梨が、寺院の復興にあたり、四徳三年には、早くも近藤が復興し、現在にその姿を止めている。三重塔は、影響元年室町幕府六大将軍、足利義則の寄進により建立され現在に至っている。 州派は一時、第五派より分かれ新言衆西国寺派の総本山を称していたが、現在は第五派に帰属している。重要文化財広島県指定重要文化財、西国寺旧造の文化財交通案内をの道市のホームページ中の尾の町巡りでも、旧自体、国で紹介してあるので西国寺とした。造造年代は、国の県編、日本仏像名宝辞典等による。 交通のご案内に四国自公式ホームページ、ありがとうございます。